メアリーズブラッドのサキです。今回のテーマはスイープです。スイープの基礎編のフレーズの、解説をしたいと思います。とフレーズとしては1弦から3弦までを使って、どんどんポジションを、移動していくフレーズなんですけど、注意することはピッキングをするときに、まあ、普通のオルタネートのピッキングとは違うので、そこをまず注意してやってみてください。こうオルタネートだとこう全部ダウンアップって、規則的にいくと思うんですけど、スイープの場合はこう一気にダウンだったら2弦1弦一気にガッガッて下ろしていく、イメージなんですけども、まあその時にノイズが鳴らないように別の弦に移動した時に、スムーズに音が、鳴るように注意してみると良いと思います。で、何が大事かっていうと、やっぱり左手とのタイミングが大事になってくるので、まずゆっくりからやってみるというのはもちろんなんですけど、まあ早い時はもう勢いが大事だったりするので、その速さにまず慣れて、そのスイープのピッキングできるように練習してみてください。はい、ではスイープの応用編のフレーズの、解説をしようと思います。何が難しいかというと、まあ、6弦から1弦まで、全部使うフレーズなので、ちょっと運指とかピッキングが面倒だということで、応用編にしてみました。大変なのは多分またノイズだったりとか、ちゃんと鳴らせるかどうかってことだと思うんですけど、どういう風に弾いてるかというと、ここまで全部、ダウンで弾いてます。アップって出てこないんですね。ダウンなのできちんと左手と右手で、ミュートしてあげることが大事になってきます。で、ここの3弦から1弦までは全部人差し指バレーで置きっぱなしなんですけど、これが、ミュートできてないとで全部鳴ってしまうと綺麗に聞こえてこないので、ちゃんと左手の向きだったりとか、あと右手、次の弦を弾くときに今まで弾いてた弦をちゃんと止めてあげるっていうことを意識して、練習してみてください。ポジションを移動しているところは基礎編と一緒で1弦から、3弦まで、使ってます。で、アップで戻ってくるところはThank you.
そう、ここはもうさっきの6弦から1弦いくときと逆で、アップだけで、弾いてます。なのでそれぞれの、音がちゃんと鳴らせるように、まずちょっと練習を、してみてください。はい、スイープの、なんちゃって変なフレーズの解説をしようと思います。このフレーズは1弦と、2弦だけで、基本的にやってるんですけど、スイープの元になってるのが、まあ、エコノミーピッキングというものでして、まあ、エコノミーっていうぐらいだから省エネ的な、ピッキングになるんですね。で、普通、オルタネートでこう、上下に行くと思うんですけど、エコノミーの時は、自分から見て、手前の弦に行く時は、そのまま、アップだったらアップで帰ってくるっていうようなピッキングで、このフレーズの時だと、で、こう、2弦に上がってくる、まあ、自分から見て上がってくる動きの時に、使ってます。で、これが、どんどん弦が多くなると、基礎編とかでやった、3弦1弦を使ったスイープだとか、あとは応用編の、6弦から1弦1弦から、5弦の、フレーズとかにこうどんどん弦が多くなっていくという感じです。まあ、まずこの2弦で、1、2弦で。とか、まあ、いろいろ応用が効くので、いろいろ試してみてください。このフレーズ自体は、E マイナーなんですけど、まあ、いろんなキーで弾けるようにしとくと、便利だと思います。今月のおまけということで、スイープ編なので、スイープを使ってるリフを弾こうと思います。うちの、メアリーズ・ブラッドのマリオネットという曲なんですけども、これはリフにスイープが入ってるっていうので、普段サポートギターを弾いてくれてるヤシロちゃんとライブではハモっていて、ヤシがこう D ので弾いてて、私が基本的にはここのこう D が基本なんですけど、そこだけっていう感じでスイープが合間合間に入ってくるというのは、フレーズでございます。まあ、1弦から5弦まで一気にこうアップで戻ってくるような、フレーズになってますので、ぜひスイープ弾けるようになって弾いてみてください。